ドイツのアイス3に搭載されている渦電流式、レールブレーキ渦電流式、レールブレーキは、鉄道車両で使われる電磁ブレーキの一種で、電磁石により、レールに渦電流を発生させて、ブレーキ力を得る装置である。レールに接近させて、電磁石を設置し、ブレーキ力が必要な時に、これを例示して、磁力で、レールに渦電流を発生させて、ブレーキ力を得る。 磁石の NS 極を前後方向に並べることで、同一地点のレールには N 極と S 極が交互に接近するようになっており、これによる磁界の変化により、レールに渦電流が発生し、レンツの法則によりブレーキ力が得られる。このブレーキによって、車両の運動エネルギーはレールの渦電流に変化し、その電流の損失により、最終的に熱エネルギーに変換されて、 レールを温めることになる。このブレーキの原理となっている、磁界の中で回転する円盤に、渦電流が発生することを発見したのは、フランスのレオン風光である。レールとの間に、物理的な接触がなく、また車輪に対してセーリンゴを当てる方式でもないため、レール、車輪、セーリンゴなどが摩耗したり割れたり裂けたりといった、機械的な欠損を引き起こすことがない。 また騒音や嫌な匂いなどを発生させることもない。ただし、低速では効果がほとんどないため停車させるためのブレーキには使えず他のブレーキ手段と併用する必要がある。高速度では非常ブレーキとしても常用ブレーキとしても利用可能である。EU の半ヨーロッパ高速鉄道に関する相互運用性に対する技術仕様では 心臓される高速鉄道車両すべてに渦電流ブレーキを装備することを求めている。最初にこの方式のブレーキを装備して営業運転についたのはドイツのアイスさんである。渦電流を用いてブレーキ力を得るという点では渦電流式ディスクブレーキと全く同一であるが渦電流式ディスクブレーキでは車軸に設置したディスクに対して 電磁石を設置して、渦電流をディスクに発生させるのに対して、渦電流式、レールブレーキはレールに対して発生させる。このため、渦電流式、ディスクブレーキは、最終的に車輪のレールとの粘着による制約を受け、強くブレーキを作動させると滑走状態となり得る。一方、渦電流式、レールブレーキは、レールとの直接作用によるブレーキとなっているため、 粘着係数の影響を受けない。一般的に高速になるほど、粘着係数は低下するため、渦電流式、レールブレーキが有利となる。レールに対して、電磁石を近づけるという点では、電磁吸着ブレーキと似ているが、電磁吸着ブレーキは、電磁石をレールに接触させるのに対して、渦電流式、レールブレーキは、非接触である。また、 電磁吸着ブレーキでは、レールの左右方向に NS 極を並べて、前後方向には同一極性になるようにしている。これは、渦電流によるブレーキ力は速度によって変化するため、速度に依存しないブレーキ力を得るために、渦電流発生を抑止する向きにしてあるものである。故意に、渦電流を発生させて、ブレーキ力を得ようとする、渦電流式、レールブレーキとは、 曲線の向きが異なっている。車両に積んだ電磁石で地上側の設備に渦電流を発生させるという原理の点では、鉄輪式リニアモーターカーとも共通するが、鉄輪式リニアモーターカーではレールでなく、リアクションプレートに対して渦電流を発生させ、また原則のみならず加速にもリアクションプレートとの相互作用を利用する点が異なる。オランダのワーリビ・ホーランドの ローラーコースター、ゴリアテに装備されている渦電流ブレーキ近年のローラーコースターや自由落下式アトラクションなどでは渦電流式ブレーキを装備しているものがある。こうしたものでは電磁石ではなく永久磁石を使用している。電力を消費せず停電時でも確実に減速できる、フェールセーフ性不正を確保できるという利点があるが磁力の強弱によって22で ブレーキ力を調整することはできない。このため、リアクションプレートを可動式にし、相対した永久磁石間を通過する、リアクションプレートの枚数を増減することで、ブレーキ力の調整を行う機種が存在する。ありがとうございます。